イデミア樹日は日本の自転車競技選手。岡山県の旧玉島町出身。1936年8月開催のベルリンオリンピック日本代表選手に選出され、同大会の開会式には参加したが、役員の登録ミスでレースに出場できなかった。その3ヶ月後、結果的に日本人選手としてオリンピックも含めて、 初めて自転車競技の世界大会出場となった、スイスのチューリヒトベルンで開催された同年、世界選手権自転車競技大会に、石塚高春、村上239、根賢達夫の3人と共に参加。スクラッチ及び1 4 5五キロードレースに出場し、ロードレースにおいて7位に入る検討を見せた。その後、 第二次世界大戦が始まると陸軍に招集されて出征いわゆる銀輪部隊の一員ともなっていたが、1945年6月にキュービルマにて戦死した。岡山市にある自転車資料館にベルリンオリンピックで着用していたユニフォームが展示されている。1931年西日本サイクルチームレース個人総合サニ1933年。 第3回西日本サイクル選手権大会岡山県予選会優勝1934年第4回全日本サイクル選手権大会岡山県予選会優勝第4回全日本サイクル選手権1935年日本サイクル競技連盟創立記念サイクル競技大会第5回全日本サイクル選手権大会岡山県予選会最大時運動場を10 零零零毎速度競争優勝第5回、全日本サイクル選手権、大会1936年1936年度世界選手権、自転車競技大会派遣代表選手選考第1次、予選会京都サイクル競技大会1936年度世界選手権、自転車競技大会派遣代表選手選考全日本、第2次予選会1936年世界選手権、 自転車競技大会1937年第7回、全日本自転車競技選手権、大会岡山県予選会。第7回全日本自転車競技選手権大会第9回、明治神宮体育大会自転車競技 AB、ビルまで戦死した自転車界のホープ、残された遺品や、遺族の思いとは。マイナビニュース。2020年11月17日閲覧。 現スプリント、自転車競技競技結果日本代表成績、世界選手権から1959年競輪オフィシャルサイト、競輪、JP 現、奥市公園野球場を神戸15前で折り返し、西宮の甲子園南運動場へ至るコース現、甲州公園 109km 道路競争も行われているが詳細不明。ありがとうございます。